工夫を凝らした道具で芝生の庭作りをする川崎さん。続いて岐阜清流ヒーローズと一緒にレッツチャレンジ。テイクアウトグルメ、多治見、トキ、水飲みの情報もお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。はじめにご紹介するのは、工夫を凝らした道具で芝生の庭作りをする川崎さん。川崎さんから情報をいただき、越野さんが会いに行ってきましたよ。ということで、多治見市のとある場所にやってきました。こちらのお庭のようです。すごい立派なお庭ですね。広い、はい、とても広大で素敵なお庭なんですが、こちらをすべて芝生に変えられるということなんですよね。そうです、すべて芝生にします。今はどのぐらい作業を進んでいるんですか？まあ半分に近くなったぐらいですかね。作業はいつ頃から、どんな工程を経て今ここまで進められたんですか？1月ぐらいから、砂を購入しまして、4トントラックで運んでもらいまして、それを冷気トンボで運動場みたいに流していくということから始めまして、そして4月に入ってティフトン芝を植えるという作業に入りまして、今日に来ています。もしかしてお一人で作業をされてるってことですか？はい、一人でやってます。すごい。やっぱ一人でやる上で苦労とかってありますか？いや、マイペースでやってます。特にありませんそうなんですね。そもそもこちらをそういった芝生化するっていうきっかけは何かあったんですか？まあ一つは、私自身が芝生の学校や幼稚園見ましていいなと思って、芝生が好きということもありますし、ここを荒れ地にしとくのはもったいないなと思ったということです。それでは実際に作業を見せてもらってもいいですか？はい、いいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。これは冷気をやってます。冷気って言うとどういう作業なんですか？冷気というのは表面を起こすというか、軽く鳴らすという作業です。ああ、なるほど。はい、そうそう。でこれ使ってる道具っていうのは、これははしごを2つに切って、で U 字のネジを買いまして、それで組み立てました。もしかして自作ですか？自作です。すごい。あ、なるほど。これでこれで掘ってるというか、そうそう、耕してるというか。あ、これで爪です。ああ、なるほど、すごい。今この作業はどんな作業なんですか？はい、トンボの鳴らしの作業です。でまた自作されたこの道具を使って。はい、はい、自作道具です。で2つ重ねることで重りになるんですか？はい、大重りになります。ちょっと重くなりますので、やっぱり1つよりは、よく鳴らせます。あー、なるほど。そう、線を引いて芝生を、まず最初に芝生を植える位置を決める、そういう作業です。だいたい60センチなので、ちょっと5センチずつ入って、50センチ間隔の線を引くわけで。これなんで50センチ間隔なんですか？これはちょっと説明しますと、はい、まあ、だいたい人間の歩幅で、芝生って、最初ね、踏まないと横に伸びる性質にならないので、稲と同じように。そうなんですか？そう、だからこれを、できるだけ踏みつけるのに、ちょうどいいということと、3ヶ月ぐらいでうまくといけば、この芝生がずっとこのぐらいに伸びます。あ、四角の半分くらいまで。そうそう。それで全面芝生化にできるということで、そうなんだ。一般的にどこでも50センチです。で、それで、その50センチがすぐ取れるように自作されたってことなんですね。すごい。こういうの簡単にできますので。
苗が入る大きさぐらいの穴を開けていくんですね。そうですね。で、穴に少しずつ入れて、で、砂と混ぜてやっていきます。これ植える時のポイントってあるんですか？グッと押さえて踏むことですね。よく踏みます。ちょっと砂をかけ気味で踏みつけます。踏んで育てるというのが意外と芝生のポイントです。踏んで育てる。そう。踏むことによって踏まれて横へと。踏んどこ。行きます。この広大なお庭が芝生になるのが楽しみですね。皆さん取材依頼があればぜひオリベネットワークに問い合わせしてください。ホームページからも簡単にご応募いただけます。待ってます。